はい、おじでーす。さあ、今回はね、こちらの話題になります。羽田空港事故の話題です。海保機のパーツ、波乗りサーフィンじゃないかっていうね、投稿いただきました。はい、こちら。おじい様、この動画を見てください。炎のサーフィン、何に乗ってるか引きずってるように見えませんか？ということで、ね。はい、この動画。これね。で、この問題のシーンがこれ。これね。ザーっていう。まあ、何か引きずってるように見えませんかというね、これです。はい。それで、この問題のこのシーンなんだけれども、まあ、要は、ここだね。これ、何か引きずってるように見えるっていうね。まあ、炎のサーフィンとは言っても、こっからただ火花が出てるだけで、で、こっから上のこの部分っていうのは、ただほら、ランディングライトが、当たって光ったのと同じ現象で、火花が出てるのはこれで、これで、で、こっから上は光がただ反射してるだけなので、これ炎ではない、ここはね、ほら、全然これ見えてるけど、全く炎ではない。で、こういう感じで、ただ火花が出てるだけで、で、ここはエンジンが燃えてるので、こうやって火が出てるだけのお話です。はい。なので、まあ、特にエンジンが燃えてる。で、だいたい、角度ちょっと微妙に違うと思うけど、まあ、今拾ってきたやつをこう一生懸命ね、まあ、こんなもんかなーって合わせて、ちょうどほら、ここだね、前輪を失って、前輪が最初になくなるでしょ、ここの。ここのね、前輪を失って、で、ちょうど削れて LED の部分がなくなって、ここだけ鉄の部分が残って、で、ダーッとね、吸ってるだけなんで、場所がもうドンピシャ。ほら、これね、もう場所がドンピシャなんで、黒い影のほら、シルエットの例のね、いつも使ってる、あれでも場所がぴったりと合うので、ね。なので、まあ、特に珍しいものでも何もなく、踏んでるわけでもなく、ね。ここから上。ここの最初はこれが解放器の後ろに飛んでって、で、ぐわーっと解放器を切り裂いて、で、降りた時に、ここの部分まで削れて、玉が切れて、ね。で、この残骸でサーフィンしてるっていう。うん。まあ、そんな感じではないかなと。うん。まあ、あんまり他に追求できるものが何もないので、これは終わりかな？うん。まあ、特に何か踏んでるようにも見えない。ただ勢いよくダーッと、ハレー彗星のようにダーッと出てるだけだし、これはここからジェットエンジンがこう、パーッと出てるだけなんで、ね。うん。こんだけです。はい、終わり。5分も満たないです。解決。これで一件落着。でんでん。